はい、皆さんおはようございます。サンシャイン真村です。本日は2024年2月3日土曜日です。ついにね、今日5日間いた北海道の土地を離れるわけなんですが、今日の行程は函館を出発して、新函館北斗から北海道新幹線に乗って青函トンネルを抜けて、盛岡から IGR 岩手銀河鉄道の一部区間を通って、大館に行き、最終的には弘前という町で宿泊をしようかなと思います。まあ5日間北海道いたんでね、一観光一グルメやりやすかったんですけどね、これからは各都道府県への滞在時間が非常に短くなるので、まあどう攻略していこうかっていうのにね、課題になるかなと思います。それでは今日も一日張り切っていきましょう。はい、やっぱね、函館に来たらこれ行かないといけないですよね。函館の朝市でございます。あちらにね、朝市の建物があるんですが、なんといってもアクセスの良さなんですよね。ここに朝市があって、ここにね、JR の函館駅があるということで、非常にアクセスがいいんですね。今日はまあいつも僕ホテル泊るとき素泊まりなんですけど、この朝市でね、美味しいものちょっと探していこうかなと思います。はい、市場の中はこんな感じになってまして、あちらでイカ釣りとかもやっています。まあね、釧路とかに比べるともう海鮮丼の値段がもう2000円からってね、もうバチクソ高いんですけど、まあ海鮮丼ってそういうもんなんですね。しかしその中でね、こちら大人気名物500円丼ということでね、この海鮮丼が550円で食べれる店をね、ふと歩いてたら発見したので、今日の朝食はね、ここにしたいと思います。はい、ね、今日の朝食はこちらの五目丼になります。いや、結構いろいろ魚乗ってますよね。味噌汁もついて、これで550円税込みってかなりコスパ最強ではないですか。とにかくね、提供スピードめちゃめちゃ早かったね。もう某牛丼チェーン店ぐらいに、ね、早いので、いやすごいですね。では食べていきます。それでは食べていきたいと思います。いただきます。じゃあどれから、サーモンからいこうかな。サーモン、結構いい感じのサーモンですね。とにかく光の加減で見えるかわからないですが、サーモン食べていきます。お、すげえな、これめっちゃ脂乗ってて、うまいぞこれ。他にもね、何があるかな、マグロもあるな。マグロもね、ちっちゃいやつが2切れ乗ってるんですよ。イクラ付きでね、乗ってますね。こっちも柔らかくて最高です。いや、500円でね、このコスパで海鮮丼食べるなんて最高ですよ。皆さんもね、ここのお店ぜひ来てみてください。現場からは以上です。はい、大人気名物500円丼食べてきました。僕がこの日来た客一番乗りだったんですけど、後々なんか結構いろんな方が来られて、結構人気店ですね。意外と分かりにくいところにあるんですが、この看板が目印です。まあ店舗の方とかお客の方もね、後ろのまたプレートを見てお声掛けいただいたので、こちらのね、店舗のお客様とお店の方にもね、カードを渡していただきました。本当に美味しかったです。お声掛けもね、いただきありがとうございました。ではね、駅の方行きたいと思います。はい、改札口にやってきました。次乗るのがね、あちらの快速函館ライナー新函館北斗行きです。ではホームの方行きたいと思います。はい、5番乗り場にやってきました。本日乗るのはね、あちらの函館ライナー専用車両の733系になるんですけども、いや、函館でね、この車両乗れるのは非常に面白いですね。ではこれ乗って新函館北斗まで行きたいと思います。8時48分、電車は函館駅を出発していきます。ここから快速函館ライナーに乗って15分ほどでね、新函館北斗に着くそうです。こんな感じで函館駅はね、東端式の駅になっていて、もう終着駅らしさがあるので、ロマンがあっていいですよね。また JR 北海道で聞き馴染みのある大橋俊夫さんの車内放送もこれをもって聞けなくなるって考えると、なんか寂しいですよね。そして出発後、進行方向左側には函館の車両所が見えます。しかしこの車両所は昔はね、車両の整備とか行ってたんですが、現在は札幌の方に集約されているので、車庫としての機能でしかないそうです。そして列車は最初の停車駅五稜郭駅に到着しました。
函館ライナーは快速と普通の2種類がありまして、快速の方の函館ライナーはこの五稜郭しか停車駅はありません。そして五稜郭駅を出発するとね、こんな感じで爆走運転をしていきます。いや、マジで函館ライナーの快速は速いなと思って爽快感があるように思えますね。そして新函館北斗駅手前では進行方向左側に北海道新幹線の車庫が見えます。ここが現時点で日本最北端にある新幹線の車両基地となっています。こんな感じで北海道新幹線で現在使用されている H5 系は廃車の編成を除いたら3編成しかないんですけれども、こんな感じで北海道新幹線にも立派な車両基地があるって考えると、なんか驚きを隠せなかったですね。はい、新函館北斗駅の方に着いたわけなんですが、いや結構函館ライナー早かったですね。新型のこの733系が使用されているのも魅力ではないでしょうか。ではね、この新函館北斗駅から最長片道駅切符を使った旅がね始まるので、まあここまではね440円乗車券を払った感じになります。はい、この新函館北斗駅から最長片道切符を使った旅が始まるんですが、次に乗るのはね9時35分発のはやぶさ18号東京行きです。これに乗ってね盛岡まで行きたいと思いますが、今回乗るはやぶさ号はねめっちゃくちゃ停車駅の多いタイプですね。多分盛岡までね全部の駅止まるやつになるので、2時間ぐらいね新幹線でゆったり休憩ができるという感じになります。それと同時にねこのはやぶさ乗ることで北海道とお別れになるので、なんか寂しい感じもあります。一応ねこの最長片道切符の旅で初めて乗る新幹線がねこれになります。ではね早速11番ホームの方に行ってみたいと思います。ホームにやってきました。本日、最長片道切符の旅で最初に乗る新幹線はこちらの E5 系となります。いや久しぶりに新幹線見ましたね。 U48 編成ということで多分新しいやつだと思います。ではこれに乗って盛岡まで行きたいと思います。9時35分、電車は新函館北斗駅を出発しました。ここから約2時間盛岡までねこの新幹線はやぶさ号に揺られていきます。やっぱり北海道新幹線に乗るとついに北海道を離れるんだなっていう感じがあって、なんか寂しいです。ちなみにこの旅で初めて新幹線に乗れるので、なんかちょっと高揚感というのもあるので、なんか複雑な感じですね。新函館北斗から木古内の区間は結構高規格の線路となっているので、結構速い速度で走行していきます。やっぱり新幹線はこれぐらい出していただかないと困りますが、やっぱり速いと爽快感というものも感じ取れますよね。そして新幹線はねやっぱりテーブルとコンセントが完備されているので、こんな感じで動画編集をすることもできます。でもね意外と揺れが多くて編集しにくいんですよね。そして電車は北海道最後の停車駅木古内駅に到着しました。この駅では道南いさびり鉄道と乗り換えできまして、道南いさびり鉄道に乗っても函館の方に行くことができます。いやついに道内最後の駅か。そしてこんな感じで青函トンネルに向かっているわけなんですが、函館の方は晴れていたのにここまで来るとなんか吹雪になって山を越えたら天気が変わるなというのも感じます。そして新幹線はついに青函トンネルに入りました。こんな感じでテロップには長さは 53.35km ぐらいみたいな感じでね、海底の距離はだいたい 23km ぐらいみたいな感じでね、海からこの一番青函トンネル深いところまで 100m というような感じでね表記されてましたね。いやこのトンネルを通ることでもうついに北海道と本当にお分かりになるって考えると寂しいですね。ちなみにこの青函トンネルがあるからこそ北海道と本州の鉄道網が発展していると言っても過言ではありません。そしてだいたい新幹線は現在北海道のその青函トンネルのね一番深いところを走っているわけなんですが、まあこんな感じでね真っ暗で何も見えないですね。
そしてついにトンネルを抜けて本州の地が見えてきました。最初に思った印象としてはまあまあ雪が積もっているなという印象でした。ちなみに北海道に比べたらまだ雪は降ってないなという印象でしたが、これが本州の土地かというのも改めて実感しましたね。そして新幹線は本州に入って最初の停車駅奥津軽今別駅に到着しました。ちなみにこの駅青森県にあるんですが、JR 北海道が管理している駅ということでね、驚きを隠せないですよね。なのでここまでは JR 北海道の世界をね味わうということができて、なんかいろいろ複雑ですよね。そして奥津軽今別駅を出ると結構再び速度を上げて走行していきます。ちなみに現在青函トンネルの区間はですね、速度がだいたい160キロぐらいにね制限をされているので、あまり速くないというのが現実となっています。そして新幹線は新青森駅に到着しました。新青森駅も立派な駅舎ですよね。この駅で JR 北海道から JR 東日本の乗務員にね交代は行われます。ちなみに今回は時間がなかったのでこの新青森駅では降りません。青森もね降りてしっかり観光したかったんですけどもね。新青森を出るとねさらにスピードを上げていくんですが、新青森からですねこの盛岡までの区間は整備新幹線の区間となっているため、はやぶさ号でね最高時速として表記されている320キロで走ることはないので、なんかちょっと寂しいなというのがあるんですが、まあこれでも意外と早いんですよ。そして新幹線は八戸駅に到着しました。かつてはここが東北新幹線のね終着駅だったんですが、現在はねこういう面影はなく普通にね中間駅として機能している感じです。そして盛岡駅の手前ではですねこんな感じで雪化粧をした岩手山をね見ることができます。いや到着前にいい感じの絶景を見ることができました。はい、盛岡駅に到着しました。やっぱ盛岡駅といったらねあれ見ないといけないですよね。はやぶさと小町の連結光景でございます。自分はねこの光景生で見たことないので、今からねちょっとそれを見ていきたいと思います。はい、秋田からやってきた小町号とねこうやって連結をしていきます。いや新幹線の連結光景なんて初めて見るからね、いやすごいテンションが上がりますね。こうね、お、警笛が鳴った。新幹線で警笛ってあまり聞くことないんでね、結構新鮮ですよね。さあ繋がっていきますよ。そばっていう面白そうなそばを食べてみました。なんかタクタレとキツネが混ざったねそばらしいんで、まあ、食レポはちょっと時間ないんで省くんですが、まあ、お値段安いんで皆さんも来てみてください。夕食食べてきました。意外とねそば噛み応えがあって非常に美味しかったですね。とりあえずねここの上にあったタヌキとキツネのバカし合いっていうねコンセプトに惹かれて頼んでみました。まあ日本各地探したら他にもあるかもしれないんですけど、興味ある人は食べてみてください。ではね次の列車に乗るたびにちょっと時間があるので、ね、駅の外1回だけ出てみたいと思います。いやーあれー面白くないですか。でんでんむしむし右回りっていうねバスが止まってるんですけど、いやこのバス乗ったらどこ行くんだって思うんですけど、いやどこに行くんでしょうね。それで盛岡駅の前はこんな感じになっていまして、結構ビルとかホテルマンション類が立ち並んでいるなという印象です。駅もねこんな感じで盛岡の自体がちょっと独特だなという印象を受けました。タクシー乗り場とバス乗り場は分かれているような感じです。 IGR 岩手銀河鉄道線の駅にやってきました。
ここからは盛岡から高間の区間は連絡輸送協定で ICR 岩手銀河鉄道に乗って、そこから金輪線を通って大館へ抜けるルートとなります。ちなみにこんな感じで運賃表があるんですが、初乗り料金220円で岩手県内乗り通すだけでも2420円ってかなり高いなって思いますが、八戸まで3110円も高いですよね。ということで、まあ、今回最長片道切符で660円は料金に含まれているので、このまま乗りたいと思います。はい、本日3本目に乗るのがこちらの普通大館行きです。こちらはね、 JR のキハ110が使用されていまして、盛岡から高間までが IGR 岩手銀河鉄道、そしてそこから先は花輪線で大館に行くようなルートになってます。この旅で初めて JR 東日本乗りますね、在来線は。では大館までゆったり過ごしていきたいと思います。ちなみにここを出発するホーム0番線なのもね、特徴となっています。10時35分、列車は盛岡駅を出発しました。ここから初めてね、この旅で JR 東日本の在来線に乗っていきます。まあ、ここからね、2週間ぐらいこの JR 東日本にお世話になるということになります。ちなみに驚いたのはですね、このIGR 線から花輪線に直通する列車、ワンマン運転なのかなと思ったらね、車掌が乗ってたんですよ。いや、ローカル線に車掌が乗ってるなんてすごいですよね。そして高間までは IGR 岩手銀河鉄道線を走行していくわけなんですが、かつてこの路線も東北新幹線が開業する前は JR の路線だったので、なんか少しだけ JR の面影を感じますね。そして列車は高間駅に到着しました。この駅から JR 花輪線に入っていきます。やっぱり最長片道切符で第3セクターに乗れるって考えるとなんか面白いですよね。少しの区間だけですが、なんかいいですよね。そして大体この辺りで IGR 岩手銀河鉄道線と分かれていきます。こんな感じで岩手県の辺り結構豪雪地帯なのかなと思ってたら、撮影日は結構雪が溶けてましたね。あ、この景色もなんかいいっすね。そして花輪線に入るとね、進行方向左側には岩手山を見ることができます。こんな感じで頂上は雲がかかっててちょっと見えにくかったですね。そして進むにつれてね、だんだん雪深くなっていきましたね。だいたい山の近くに来るとこんな感じが増えてくるなという印象を受けますが、これもいいですね。そして雪のね、山の中を列車は爆走していきます。結構森の中を走っていくので、なんか景色が急に変わったなという印象を受けます。列車は鹿角花輪駅に到着しました。この駅で盛岡駅の列車と行き違いを行います。こんな感じでなんか高品な駅名がいいですよね。そしてまたね、こんな感じで平野部に出て爆走運転していくわけなんですが、先ほどに比べるとなんか住宅地が増えてきたなという印象を受けます。山も綺麗ですね。はい、列車は現在戸和田ミナルという駅に停車してるんですが、なんかこの駅で進行方向が変わるみたいです。なのでちょっと座席を移動したいと思います。そして列車は戸和田南駅を出発していきます。こんな感じでね、進行方向が変わるって私思ってなかったので非常に驚いたんですが、やっぱり日本各地探しても、例えば石北本線のレンガルみたいな感じでね、こうやって進行方向がね変わる鉄道路線っていうのも数少ないので、なかなかこういうのも面白くていいのではないでしょうか。そして進行方向右側には米城川が見えてきました。こんな感じで結構花輪線は米城川の上流の方からずっと並走して川とね並んでる感じなんですが、こんな感じでやっぱり冬の川っていうのもね、なんか色が寒そうで、なんか色々感じますね。列車は大滝温泉駅に到着しました。温泉とつくだけがあってね、非常になんか興味があるんですが、駅の周りはね住宅が立ち並んでいますね。もうちょっと離れたところにねなんか温泉があるらしいので、秘湯といった感じでしょうか。そしてこんな感じで大館駅の手前ではね、謎の台ってね雪で書いたものが見えるんですが、これの正体が非常に気になりますね。いや、雪で台って書いてなんかすごい芸術的なものをなんか感じますね。はい、大館駅に到着しました。大館はね一応秋田県という扱いになってるんですね。ではね、もう向かい側に普通弘前行きが止まってるので、もう早速乗っていきたいと思います。
15時25分、列車は大館駅を出発しました。こういう田舎の駅って、路線同士の接続時間が結構何十分とか空くっていうことはよくある話なんですけど、この場合はですね、2分ぐらいでね、うまく乗り換えができるので、非常に利便性が高いなと思いました。また、JR 東日本の電車にね、この旅初めて乗ったので、ね、なんか非常にいい感じですよね。電車はだいたい秋田県と青森県の、ね、県境付近を走行しております。やっぱり県境付近は山なのでこんな感じで、ね、雪がたっぷり積もっております。この辺りはね、雪解けも遅いので3月でも雪が見られると思います。そして反対側はね、平野部の方の景色になるんですが、平野部もね、雪が積もっております。やっぱり青森県はね、北の方なので雪がね、どっさり積もってますね。大鰐温泉駅にやってきました。この列車ね、弘前行きなんですけれども、なんか大鰐温泉ってなんか面白そうな温泉がありそうなんで、ちょっと下車してみました。ではね、見送っていきたいと思います。大鰐温泉駅の外はこんな感じです。意外と人多いですね。で、あちらにはね、無料の足湯とかもあるんですが、なんか本当駅のあそこですね、もう目の前に日帰りの温泉があるということで、もう早速日帰り温泉の方ちょっと行ってみたいと思います。はい、湯野駅ワニカムという場所にやってきました。結構人いますね。しかもこちらすごいのがですね、あそこに大鰐温泉駅あるんですけども、徒歩5分もしない場所にあるっていうのがね、すごいんですよね。ということで道の駅も併設されてるみたいなので、今日はね、ここで一観光一グルメやっていこうと思います。まあ今日弘前に泊まるんですけど、まあ弘前だったらね、弘前城とかもあるんですが、まあここでなんかいいものをね、探してみたいと思います。はい、ね、温泉の中入ってきたんですけど、めっちゃ綺麗ですよね、ここで。入浴料はね、1人500円ほどとなっていて非常に安いです。ということでね、あちらにお湯があるので入っていきたいと思います。結構ね、300万人来てるということで、青森県の中では人気の男みたいですね。はい、ね、温泉入ってきました。温泉もね、すごいいろんな露天風呂だったり、いろんな温泉あってね、いろいろ充実してて良かったです。中にね、青森の木を使ったやつがあったので、非常に良かったですね。ということで、湯上がりの一品ということで、リンゴ尽くしですね。左側がこの大鰐高原のリンゴを使ったリンゴジュース250円と、右側はね、リンゴジェラート、もちろんね、青森産のリンゴを使ったものとなっております。ということで、ね、早速食べていきたいと思います。はい、それでは食べていきたいと思います。いただきます。まずね、溶けやすいリンゴシャーベットから。お、すごい、リンゴの果肉が入ってて、なんかアップルパイの中のリンゴのような感じの味がして、非常に美味しいですね。では続いてね、大鰐高原で採れたリンゴジュースです。こっちはね、逆にさっぱりさがあるリンゴかなと思います。皆さんもね、ぜひ湯上がりの一品にリンゴ尽くしのものを食べてみてはいかがでしょうか。はい、大鰐温泉入ってきました。いや、非常にね、良かったですね。また湯上がりにね、青森名物のリンゴシャーベット、リンゴジュース飲むこともできてね、最高でした。しかしね、弘前行った夕食になんかいいグルメがあるので、これを一観光一グルメのグルメの方にするかまた検討します。あとはですね、とにかく駅近いですよ。もうあそこに駅あるんでね、もうあと列車5分で来るんですけどね、もう歩いても多分間に合います。はい、あとはね、ここ大鰐温泉でいいのかな、の近くには港南鉄道、あの弘前の方に行く中小施設も並走で走っているので、まあ、それで行くっていうのもおすすめです。 JR もね、結構本数少ないので、ローカル線乗ってみてもいいかもしれません。ちなみに今回は乗りません。では駅の方に戻りましょう。はい、駅の方はこちらになります。あちらにね、港南鉄道の駅がありまして、あちらは30分間隔で列車運行しているみたいです。で、対して JR の方はですね、だいたい1時間に1本ある時もあればない時もありまして、一応特急も止まるんですけれども、大鰐温泉これか、あ、でも結構ね、本数少ないんで、まあどっち乗るかは任せますが、まあ
こういう港南鉄道乗ってみてもいいかもしれないですね。ではね、弘前行きの電車やってきたんで、これ乗って弘前に行きたいと思います。17時19分、電車は大和二温泉駅を出発しました。ここから本来の目的地ある弘前を目指したいと思います。いやー、やっぱり途中下車しながら観光するっていうのもやっぱいいですよね。そして弘前まで乗る列車はワンマン運転のため、こんな感じでね、料金モニターもね、表示がされていますね。この辺りの路線はワンマン運転の時間帯と車掌が乗務している列車が2つがあるみたいです。はい、弘前駅に到着しました。意外とね、すぐ着くんですよね。10分ぐらいで弘前に到着しましたね。はい、今日はね、ここの弘前で宿泊ということで駅の外に出たいと思います。はい、弘前駅の改札は外出てきました。意外とコンパクトな駅舎ですよね。この駅もつい最近からスイカは使えるようになったみたいです。では今日のね、宿に行きたいと思いますが、今日も駅から近い徒歩2分の場所のところにあるということで、早速行ってみたいと思います。はい、本日宿泊するのがこちらのホステル弘前さんです。とにかくね、ここお値段がめっちゃ安かったです。意外とね、小さいんですが、ここもね、ちゃんとした宿となっています。駅がだいたいあの東横インの裏にあるんですけれども、もうここもね、徒歩数分で来れるということで、早速入っていきたいと思います。はい、ね、本日の宿の部屋になるんですが、こんな感じでね、2段のベッドになってまして、今日は上の段ですね。意外と広いんですけれども、結構高いところにあってね、登るのが大変ですね。では夕食を食べに行きたいと思います。はい、本日の夕食はこちらの津軽州さんっていう居酒屋にやってきました。まあね、未成年なんで当然酒は飲まないんですが、だからこの店はね、地元の方もよく行ってたりとか、青森名物が食べれたりするので、ちょっとここでね、グルメ食べていこうと思います。はい、今津軽州さんってとこ行ったんですけど、もう満席でね、入れない状態だったんですね。でまあ店員の方に聞いたら、また空いたら電話してくれるということなので、まあちょっとね、一回宿泊先の方戻って、まあちょっといろいろ作業してまた戻りたいと思います。はい、30分ぐらいしたらね、再び電話かかってきて席が空いたということで、再び今向かっています。とにかくね、ここに来るまでの信号の変わりが遅いんでね、駅前をね、経由した方が信号を待たずに来れるのいいですね。ということで、まあメニュー見て何食べようか考えようかなと思います。居酒屋ってあんま来ないんですけど、ね、なんかポテトサラダがね、無料でついてきましたね。まあ僕はお酒は飲めないので、今日はコーラを飲みます。ではね、また別の料理が来るということで、ちょっと待ってみたいと思います。料理が到着しました。最初の料理がね、貝焼き味噌ということで、これ100円なんですよ。100円でね、このクオリティのものを食えるってすごくないですか。しかもね、炭火で焼いてくれるので最高ですよね。では食べていきます。それでは食べていきたいと思います。いただきます。いやー、結構熱々ですよ。ホタテですね。ホタテをその甘い感じの卵で巻いている感じがあるので、非常に出汁が効いていて美味しいですね。いや、これがね、100円で食べれるってすごいですよね。ちなみにお一人様1回限りだそうですので、興味のある方は来てみてください。ではね、もう1個ね、面白い料理紹介しようと思います。はい、続いての名物がね、こちらのイカメンチになります。結構イカが練り込んであるらしいので、早速食べていこうと思います。では食べていこうと思います。いただきます。こんな感じですね。あ、これサクサクしててね、イカの噛み応えもあってすごい美味しいですね。皆さんもね、こういうのもおすすめ料理も食べてみてください。次にね、最後またご当地っぽいやつ頼んだんです。これが最後になります。はい、最後の料理ですね。最後の料理は十和田バラ焼きということでね、なんか肉炒めみたいなやつなんですけど、すごい甘辛の匂いがね、もう鼻を突き刺していい感じですね。では食べていきます。食べてみたいと思います。いただきます。こんな感じです。すごいタレ甘くていいね、これ。いや、 やっぱり居酒屋って高いですけど最高ですね。現場からは以上です。はい、夕食食べてきました。とにかくね、うまかったっすね。
やっぱ居酒屋ってあんま僕行かないんですけど、こう旅先で行くとね、なんかうまいんですが、とにかく高いっすね。いや、夕食一食にね1800円使うバカはね、多分僕しかいないと思いますが、まあ今日はね朝食と昼食が結構安かったので、まあ安く食べれたのかなと思います。以上です。はい、最長片道切符の旅5日目の動画はいかがだったでしょうか。5日目は新函館からですね、新函館北斗を経由し、北海道新幹線で千川トンネルを抜けて盛岡、そして連絡輸送協定で一つだけ私鉄三石を入れたところの IGR 岩手銀河鉄道を経由して大館、大館から弘前へ行くルートだったんですが、皆さんお楽しみいただけましたか。5日目を振り返ると、前回の4日目の方がインパクトあったんで、どう表現したらいいかわからないんですけど、強いて言うなら、なんか結構こういう地方都市ってなんか落ち着いた感じがあっていいなと思いました。3日目に札幌に行ったんですけど、札幌はやっぱ人が多いんですよ。地下鉄もあって繁華街がいっぱいあるんでね。でも今回今泊まってる青森県の弘前って、青森市に次ぐ、まあ、第二の都市みたいなとこなんですけど、結構街静かなんですよ。やっぱり都会に住んでる人間からしたら、こういう静かな、ね、田舎みたいな街に日常的に住むのは大変かもしれないんですけど、逆にちょっとこういう旅で訪れるのには結構落ち着いた感じがあっていいなっていうのを印象がありましたね。あとはね、盛岡から大館までの列車でもうぐーすかぐーすか寝てたんでね、いやー結構旅の疲れも出てきたのかなと思いますが、まあ大丈夫です。あとはまあ北海道に5日間ぐらいいて、もうついにね本州の地に久しぶりに踏んだわけなんですけど、まだ本州に来たんだなっていう実感はあまりないです。一応北海道はね長期間いることができたんで、一観光一グルメやりやすかったんですけど、逆に本州に入るとそれぞれの都道府県の滞在時間とか日数が短くなるので、どう一観光一グルメをやればいいのかっていうのが非常に迷いましたね。ちなみに青森県はその大鰐温泉と、今日の夕食のとこと、その温泉の湯上がりで食べたリンゴのグルメで、一観光一グルメやらせていただきたいと思います。よかった。それ以外にもね、なんかおすすめのグルメあったら紹介してください。次回はね、ついにあの観光列車が登場します。うちのチャンネルでも上げてるあの人気列車が登場するので、楽しみにしておいてください。ではこの辺で動画を終わります。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。